9月号、8月入ったばっかりなんですが、9月号はもうお手元に届いていると思いますので、9月号の説明したいと思います。松本は避暑地と言われているところなんですが、もう連日35度以上の天気で、だいぶ参ってますが、頑張ってやりたいと思います。お願いします。はい、9月号は、熱帯夜の松本城の風景です。これが表紙ですが、で毎日書道展の、入賞者の作品を 今月は載せてあるんですが、毎日賞が2本、それから秀作賞が、4本で、佳作賞が4本出ております。近代史文書を含めてですが、だいたい西村書道学園の、系統というものが、凝縮されたものが賞に入っているんですが、こんなのも参考にしていただければと思います。でそれから、はがき、台の作品の作り方なんかも企画ページとして今月は載せてありますので、少し楽しめるかなと思っております。ぜひ、読んでください。はい、では会所を規定の会所から始めたいと思います。うちの書道会は藩士、紙の指定はしてないんですが、私はこのよく山梨ですね、甲州の版紙使っています。で山梨の紙では珍しくこの紙はちょっとパリッとして、金とかそういうのにも十分対応できるので、機会があったら使ってみてください。帰るという字はちょっと書き数が多いですのでね、大きくなりますが、なるべく懐を引き締めて、
と画数が多い字が多いですので、ね、あの上は特にそうなんですが、懐ですね、こういう字の辺と作りの間ですね、ここらをぐっと引き締めて書くということがポイントですね。